黄色と言ったらトーラ、トーラと言ったらフライングタイガー、フライングタイガーと言ったらアメリカ、アメリカと言ったらでかい、でかいと言ったら広い、広いと言ったら海、海と言ったらハワイ、ハワイと言ったら暑い、暑いと言ったら半袖、半袖と言ったら夏、夏と言ったらアロハ。はい、ということで今回はアロハシャツのご紹介をしていきたいと思います。こんにちは、ミリタリーショップスワット店員のネギです。吉田です。はい、ということで冒頭にもあったように今回はアロハシャツについて、あの、いろいろ解説していきたいと思うんですけど、はい、そもそも、はい、アロハシャツっていうのは何なんですかね。一般的に言われているのは解禁の形をして、レーヨンだったりとかちょっと爽快な感じの生地を使った南国、まあ、環太平洋地域で使われてる、まあ、ちょっとトロピカルなシャツをアロハシャツって言ってるみたいです。なんか始まりとかってある？むしろどう思います？始まりは何だったんだろう？始まり？私はもうさっきカンニングしてしまったのか知っているんですけど説明します。するんだ。アロハシャツっていうのはハワイになんか移住した日本人の人たちが着物をチョキチョキして着たのが始まりと言われているそうですという話もあります。ただそれはもう結構、まあ、いろんな文化が混ざり合ってる国だし、ハワイっていう文化自体がやっぱり島国なので、いろんな人たちが集まってきてるところなので、まあ、いろんな諸説あるんですけれど、その中の有力な話の一つとしてそういう話があるみたいですね。確かに。でもアロハの生地によってはなんか着物っぽい、うん、まあ、そう、なんか壁とかね、うん、なんかそんな生地のがあるから、うん、その始まりの諸説は確かに一理あるんです、うん、実際だから初期のアロハシャツの生地っていうのはもう日本製っていうのがやっぱり圧倒的に多かったりとか、うん、それこそ京都とかで作ってた生地を持ってきてアメリカでデザインしてハワイで作ったりとか、いろんな地域を超えた普遍性のあるシャツとして成り立ってきてるんじゃないかなと思います、まあ、そんなかんなでもう今や環太平洋地域、南の国のもう 共通のお土産物としての人気もあり、日本でもやっぱりかりゆしとか結構、ね、有名なアイテムもいっぱい出てる感じなんですよね、うん、なんかスワットにもいろいろアロハ置いてますよね。そうなんですよ。さまざまなアロハシャツっていうのがあって、それこそお土産品屋さんみたいなで売ってるような、うん、あのそういうアロハシャツっていうのももちろんもあるし、うん、でその中でもうちで扱ってるのはちょっと違うと思いません？はい、なんかちょっと違うと思いますですよね。うちはどちらかというと40年代から50年代とかにかけて作られていた、まあ、ヴィンテージアロハっていうやつの、まあ、本物はやっぱりなかなか手に入りにくかったりとか、そういうルートもなかったり高額になったりとかして、うん、商品としてあの流通させるにはなかなか難しいところがあるので、まあ、それの復刻のメーカーとしてやっぱり日本のブランドなんですけど、すごくいいメーカーさんがやっぱりいくつかあって、その中でうちで扱ってるのはサンサーフとヒューストン、イエスよかったなどのすごくもうなんでクオリティが高くて世界的にも認められているようなあの復刻メーカーがあるので、そこをまあ推してる感じなんです、感じです。はい、なんかこれ私これ持っててこれ着てるんですけど、これ、はい、これアロハだと思って私アロハ持ってるって思ってたら、あの飯田さんに持ってるのはアロハじゃないよって言われてショックを受けたんですけど、うん、まあ、結構ねその辺もなんていうかな、確かにこう混ざってるところはあるので、うん、完全にこっからここまでがアロハでこっからここまでがレイオンシャツとかギャバシャツとか、うん、そういうのはなかなか難しいんですけど、うん、まあ一般的に言うとかわいい、うん、アルファではないかもいや可愛いんですよ、めちゃくちゃこのクモちゃんの ね、あのお目目といい ね、でこれなんかあのちっちゃいところにもねクモちゃんが、ちっちゃいクモちゃんがいて可愛いです、うん、けどこれはこれでやっぱりこうね、東洋で復
刻できるからこそのこのクオリティだと思うので、すごくそれを選ぶっていうのはすごくセンスがいいんじゃないかなと思いますよ。それではネギちゃん一押しアイテムのご紹介です。はい、じゃあ私の一押しエロハこちらです。じゃ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 ーん、すごい、なんかザ・アロハ、はい、なんかザ・アロハみたいな感じがいいなって思って、なんかパイナップルとヤシの木ってもうアロハって感じじゃないですか。いやもうね、でしかもこの青のこのブルーの色合いとかもすごい、確かにあのパキッとしてて夏っぽいなと思ってお気に入りですね。レイヨンだからこそのね、このツヤ感と青さは、今年の夏でこれを着てしたいシチュエーションは、でもなんか汚したくない汚したくないんで、あと、あとあんまり汗かきたくないんで、まあね、あのこれ着てあの涼しいところでショッピングとかしたいなと思います。意外とねヴィンテージアルファとか復刻のレインアルファっていうのは本当にそれがおすすめかもしれない、うん、でこの濃ゆいブルーなんで割と誰でも似合いそうなカラーだなって思うので、うんうん、なんか1枚もアロハ持ってないなみたいな人とかはぜひぜひもう今年こそは1枚手にしてみてはいかがでしょうか。あ、めっちゃ欲しくなった。はい、はい、じゃあ次は安田さんのおすすめアロハお願いします。はい、ね、まずねもう着てます、これです、うん、これです。すごい長袖、はい、長袖珍しい。で名前はラブリーフラ、ラブリー、ラブリーなフラね、ラブリーよく見てください、フラ、あ、ラブリーって書いてある、うん、そうなんですよ、書いてないかも、うん、まあ、なんかね細かく言うとこの柄はなんか日本人デザイナーの人が書いてた柄らしいです。あとファッションデザインの習ってた方ですごくちゃんと絵もしっかりしてて、でこういうなんかフラデザインって結構、まあ、ありがちなんですけど、まあ、逆にそれがすごいなんか雰囲気が出るというか、でその中でもこのデザインのいいところはこのハワイのクレストがしっかり入ってて、これって何ですか。これ紋章ですね、ハワイのね、うん、何がいいかって長袖なんですよ、うん、確かに。今回これアロハってどういうところで着ると思います。暑いところ、そうですよね、暑いところって普通シャツって半袖と長袖だったら、半袖ですよね、はい、だけどこれ長袖なんですよ。でなんでこの長袖がおすすめかっていうと、今もう本当にすごい最近ね猛暑でね、もうどこも暑くなっちゃって気温がすごい暖かいので、日本中どこ行っても基本的にクーラーが入ってて、うん、でクーラーがバキバキに効いてます。はい、はい、おじさん寒いです。確かに。でも冷たい風が当たることによってこの冷温素材ってのはすごくひんやり効果が高くて涼しげな感じも出て、でなおかつこうねちょっとこう半袖にはないスペシャル感もあるね、この面積が増えるのでよりこう柄が綺麗になります、ね、うん、インパクトもやっぱ出ますよね、うん、そうですね、はい、なのでおすすめです。はい、はい、結構店頭とかでも聞かれるんですけど、うん、吉田さん的にはどんなのと合わせるのがおすすめですか。そうですね、おすすめっていうかまあ簡単な方法っていうのがあって、うん、アルファっていうのはすごく柄が強いんで、うん、もう下に履くものっていうのはできるだけシンプルな方が、まあ、おすすめかなと思います、うん、で柄に柄を合わせるっていうのはやっぱりすごく決まればおしゃれなのかもしれないんですけど、やっぱりちょっと普通の人にはなかなか難しいと思うんで、うん、だからまあ結局全体のバランスとしてなんていうの、違和感がなければもうたとえそれがジーパンであろうがメッパンであろうがね、それこそジャージであろうが何でも多分かっこよく着こなせると思うんで、まあキーワードはやっぱりこうその色の組み合わせとその柄が喧嘩しないような感じっていうのが、うん、まあ無難におすすめですね、うん、でそれやっとけば多分大体みんなこなれた感じに見えてかっこよく着こなせると思います。はい、じゃあ今回はスワットにあるアロハだったりとかおすすめのアロハシャツを紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。
この動画を見てちょっと興味が出た方はいろいろ見に来てください。チャンネル登録、高評価、よかったらコメントもよろしくお願いします。ちょっと遊びに来てください。お待ちしてます。なんだこれ。クイズです。僕が食べれない唯一の料理は何でしょう。ヒント、白い。え、まだ、まだ。